二両連結のちっちゃな電車は女学生で満員。神奈川県の藤沢と鎌倉の間10キロを結ぶ江ノ島鎌倉電鉄は時速35キロのオンボロ電車です。駅もほとんどが無人駅、それでもラッシュアワーにはこぼれるほどのお客さんを運んでいます。線路は昔ながらの単線、わずか8編成でフル運転。それでも江ノ電の歴史は古く、明治35年の創業は日本で3番目。一時は赤字に悩み、営業中止の声も出ましたが、今では立派に立ち直り、観光船としての面目を施しています。それにしても残念なのは昼間の利用者の少ないこと。しかしこればっかりはどうにもなりません。軒先をすれすれに走り抜けてゆく江ノ電。これはまたなんと危なっかしい。線路を敷いたのが早かったのか、家の建つのが先だったのか、それにしても玄関口が線路とは。江ノ島を望む七里ヶ浜沿い、のんびりと電車は走ります。オンボロ電車江ノ電、歴史と伝統の地にふさわしいその古さが人々に親しまれているのでしょうか。走れ10キロ、江ノ電はまだまだ健在です。